これより第4クォーターに入ります。関西学院相手陣4ヤードからフォースダウン、失礼、サーダウン2ボール。鍵山もうお前 OD に何枠82番オプションプレーのピッチを受け、左オープン展開を図りましたが、これは慶明がアジャストし、フォースダウンに変わります。関西学院フォースダウン2ゴール、残り5ヤード。プレーを選択します。ギャンブル、タッチダウンを決めないと攻守交代です。パス成功、タッチダウン。ワイドレシーバー2番、エンドゾーン手前のパスをジャンピングキャッチ、そしてエンドゾーンに入り、タッチダウン。関西学院6点獲得。関西学院トライ4ポイント。キッカーは17番キック成功、1点追加。関西学院中学校38点、慶明学院中学校0点。関西学院校中学校キックオフ、キッカー17番、先ほど得点を挙げた関西学院中学校のキックオフにより試合再開です。慶明リターナーは2枚、10番から10番、85番。慶明陣30ヤードを超えたところからの攻撃と変わります。慶明自陣33ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック3番、85番へのパスでしたが、これは関西学院がパスカット、セカンダウンに変わります。慶明学院自陣33ヤードからセカンダウン10。ここでイエローフラグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。アメリカンフットボールは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体となります。
啓明学院自陣28ヤードからセカンドダウン15。クォーターバック3番パスを投じようと試合スクラム約8、7ヤードのゲイン。啓明自陣36ヤードからサーダウン8、失礼、サーダウン7に訂正します。パス不成功。クォーターバック3番ドローフェイカルのパス、しかしこれはリフレクトされパス不成功です。フォースダウンに変わります。啓明学院フォースダウン7、パントフォーメーションを選択します。パンター6番ボールオンは36ヤード。ここでパンター6番スナップ乱れ自らキープ図りましたが、これは関西学院アジャストし高級交代しフォースダウンと攻守交代となります。関西学院相手陣28ヤードからファーストダウン点。啓明ナイスアジャスト。ここで関西学院カウンタープレーを狙いましたが、これは啓明学院がアジャストし約1ヤードロス、失礼、約3ヤードロスです。ここでホイッスル。関西学院後半2回目のタイムアウトを取りました。関西学院後半2回目のタイムアウトを取りました。関西学院自陣23、失礼、相手陣31ヤードからセカンドダウン13。ここでスナップをキャッチミス。クォーターバック18番自ら抑えましたが大きく交代です。サーダウンに変わります。関西学院相手陣35ヤードからサーダウン17。
QB スタック。クォーターバック18番パスを投じようとしましたが、ここで慶明学院が QB スタック。ここでウォーターブレイクです。ここで慶明学院後半1回目のタイムアウトを取りました。慶明学院ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。関西学院フォースダウン23パントフォーメーションを選択します。パンター17番このパントはシャンク。慶明学院陣30ヤード付近でアウトオブバーンズ、攻守交代です。慶明学院自陣32ヤードからファーストダウン。試合時間残り3分49秒。パス不成功。クォーターバック3番ミドルゾーンへのパス、しかしターゲットおらず、パス不成功、セカンドダウンに変わります。慶明学院自陣32ヤードからセカンドダウン点。試合時間残り3分42秒。パス不成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー85番へのパスでしたが、パスは合わずサードダウンと変わります。慶明学院サードダウン点。ボールオン自陣32ヤード。試合時間残り3分33秒。QB サーク。クォーターバック3番
ドロープレイ、ドローフィッカーのパスを投じようとしましたが、これを関西学院56番が QB サーク。慶明学院フォースダウン14、ボールオン自陣28ヤード。プレーを選択します。ギャンブル。クォーターバック3番スクラム。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。ホールディング。相手選手を捕まえておりました。オフェンスは相手を捕まえてはいけません。しかしこの反則は取らず、攻撃権更新ならなかった4回目の攻撃を採用し、攻守交代です。ターンオーバー。関西学院相手陣29ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック18番、ワイドレシーバー87番にパスを通し、約9ヤードのゲイン。時計回ります。関西学院相手陣21ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。中央へのランプレー、キャリア24番。しかしファーストダウンには至っておりません。サードダウンに変わります。関西学院相手陣20ヤードからサードダウン残り1ヤード。試合時間まもなく1分10秒を切ります。パス成功。ファッサー。クォーターバック18番、ワイドレシーバー87番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。関西学院相手陣14ヤードからファーストダウン点。クォーターバック18番、オプションプレーでキープ。ここでホイッスル。関西学院後半2回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り14秒で時計は止まっております。
関西学院後半2回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り14秒、相手陣14ヤードからセカンダウンテン。パス不成功。クォーターバック18番ワイドレシーバー15番へのパス、しかしこれはキャッチミス。サードダウンに変わります。試合時間残り9秒で止まっております。関西学院サードダウン10、試合時間残り9秒、ボールオン相手陣14ヤード。パス成功。ファーストしかしここで試合時間がなくなりました。試合終了です。試合終了となりまして、関西学院中学部38点、慶応学院中学校0点、関西学院中学部の勝利です。皆様、長時間のご観戦ありがとうございました。次回、来週もこの関西中学生アメリカンタッチフットボールを中継させていただきます。来週もよろしくお願いします。それでは失礼いたします。